皆さんこんばんは。今日は3月19日金曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。プラユット首相が先週の金曜日、タイで初めてアストロゼネカ社製の COVID-19 ワクチンの接種を受けました。国王陛下がバンコク都内バンケークでの COVID-19 感染検査用にバイオセーフティ車両を付与されました。タイは来月、大麻に関する2つのイベントを開催する予定です。陸軍はミャンマーから逃れてくる人たち向けに一時避難キャンプの設営を計画しています。では最初のニュースです。プラユット首相が先週の金曜日、タイで初めてアストロゼネカ社製の COVID-19 ワクチンの接種を受けました。アストロゼネカ社製ワクチンの接種は、ヨーロッパ各国で接種後血栓ができるという副反応が見られたという報告がなされたため、タイではしばらく見送られていました。国民の間にこのワクチンへの信頼を築くため、政府は首相へのワクチン接種の模様を医療従事者によるナレーションをつけ、 Facebook を通して生中継しました。首相はワクチンの接種を受ける前、国民に向け医療従事者らを信頼するよう求めた上で、接種を受けることをずっと楽しみにしていたと付け加えました。この日、首相は接種者登録や体重及び血圧の測定を含め、全てのプロセスを経た上でワクチン接種に関する説明を受け、その後接種に同意しました。首相は接種を受けた後で、国民全員が COVID-19 ワクチンの接種を受けれるよう努めてくれている医療従事者らに感謝の意を示しました。次に、国王陛下がバンコク都内バンケークでの COVID-19 感染検査用にバイオセーフティ車両を付与されました。マハー・ワチラロンコン国王陛下は、バンケークでの COVID-19 感染検査用にバイオセーフティ車両4台を付与されました。バンコクのアサビン・クアムアン知事によりますと、2月20日から今月13日までの間に、シリー・セッタノンマーケット、バンケーショッピングセンター、キティマーケット、パソムマーケット、バンケーニューマーケット、それにワンダーマーケットを訪れたことのある人は、このモバイルユニットで COVID-19 感染検査を受ける必要があるということです。同知事は、これらのモバイルユニットは大型ショッピングセンターザ・モールバンケー店近くの公園に設置されていると述べた上で、ここでは1日あたり800人の検査を実施することができる。検査を受けに来る人の数が多ければ検査期間を延長することも検討していると付け加えました。次に、タイは来月、大麻に関する2つのイベントを開催する予定です。医療目的でのマリファナ利用を促進させるため、タイは来月、大麻に関する2つのイベントを開く予定です。1つ目の大きなイベントは4月19日と20日の2日間、バンコク都内にあるカールトンホテルで開かれる世界麻薬デーを記念したイベントです。食品や飲み物を含め、大麻を原料としたさまざまな製品が展示されるこのイベントは、大勢の人を引き寄せるものと予想されています。もう一つのイベントは4月16日から18日までチェンマイで開かれる2021年国際医療大麻協会会議で、このイベントには医療用マリファナ産業を発展させている22カ国からの医療専門家や大麻栽培者らが参加する予定です。大麻投資サミットワールドインターナショナルのジャッキー・ヨン会長は、これらのイベントは
タイ及びアジアの広い範囲での大麻の利用と取引の将来を決めることになるだろうと述べた上で、タイでは大麻合法化に関連する規制がすでに改正されていることから、タイは近い将来アジアにおける大麻産業のハブになる可能性があると付け加えました。次に、陸軍はミャンマーから逃れてくる人たち向けに一時避難キャンプの設営を計画しています。陸軍はミャンマー国内での政治混乱から逃れてくる可能性があるミャンマー人向けに、南部チュンポン県とダノン県に一時避難キャンプを設営する計画です。テープサトリー部隊のサンティ・サクンタック司令官は、ダノン県のムワン軍、ラウン軍、クラブリ軍、それにチュンポン県のターシー軍がすでに一時避難所設営場所の候補地として挙げられている。タイは人道的な理由で彼らを受け入れ、状況が正常に戻った後に彼らをミャンマーに送り返すつもりだと述べました。今日お伝えしたニュースは次の通りです。プラユット首相が先週の金曜日、タイで初めてアストロゼネカ社製の COVID-19 ワクチンの接種を受けました。国王陛下がバンコク都内バンケークでの COVID-19 感染検査用にバイオセーフティ車両を付与されました。タイは来月大麻に関する2つのイベントを開催する予定です。陸軍はミャンマーから逃れてくる人たち向けに一時避難キャンプの設営を計画しています。続いてニュース展望です。今日は外国人労働者及び密入国者のための組織的検疫プロジェクトというニュース展望をお伝えします。政府は今月16日に開いた閣議の中で、国家警察からの提案に従い、国境警備警察による組織的検疫プロジェクト向けに4億3800万バーツの予算を充てることを承認しました。このプロジェクトはタイとカンボジア、ラオス、それにミャンマーとの間での雇用協力に関する覚書のもと、隣国からタイに外国人労働者が入国してきていることから、タイ国内での COVID-19 感染拡大封じ込めを目的としています。また不法入国してきた者たちからの感染拡大を防ぐための公衆衛生管理を行うことも目的としています。このプロジェクトの下では、保健省からの要請に応じる形で国境警備警察隊による警備地域が COVID-19 感染者を収容するための野戦病院に変更されることになります。また疾病管理のための外国人労働者や密入国者らのスクリーニング施設としても使用される予定です。このプロジェクトは今年の4月から9月までターキ、チェンライ、ラノーン、ソンクラー、チャンタブリ、サケオ、それにノンカイの7つの県にある14の地域で実施されることになります。政府によって承認された4億3800万バーツの予算は、これら14の地域での建物の改修や250床のベッドを収容できるテントの購入に充てられることになっています。国家警察は COVID-19 の状況が改善した後、これらの改修した建物やテントを適切な他のミッションに利用することになっています。今日は外国人労働者及び密入国者のための組織的検疫プロジェクトというニュース展望をお伝えしました。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。